はい、いちごさぎです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。ね、文春さんの方のね、記事がね、また出てますけれども、これね、厳しいことになるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、引退?いや、休業ですね。休業を発表したね、松本さんですけれども、まあ、裁判になった場合、まあ、ね、個人、松本さん個人と文春さんになる可能性が高いっていうことと、今3人の方がね、名乗り出てるっていうことなんですけど、まあ、どちらがね、言ってることが真実なのかは分からないですね。私たちはね、密室のことなので、分からないので、まあ、見守りたいなと思いますが、まあ、ね、今度 T さんとかね、いろんな人が出てきましたね、大阪の方でね、うん、T 券タイム入りますみたいな感じのね、そういうふうなゲームがねあるということで、やっぱりこうね、情能システムっていうところでいろいろあるのかな。で、言うやっちゃいなよの方が問題になった時に、私は女性の方が結構えげつないよっていう風なところがあって、まあちょっと違う角度で今回この女性の件が切り込まれてるのかなと思ってるんですけれどもね、やっぱりこう、うん、何年経って、何年も前のことじゃないかっていうふうに言われますけれども、やはり、まあね、本当に幼少期に被害に遭った人、ね、ちょっとなんかね、パンツの中に手突っ込まれちゃったよみたいなところの子がいたりしても、やはり大人になって、ね、20代、30代になっても、やっぱり 女性としては男性が怖いとか、ね、まだ何歳、5歳、7歳とか、そのくらいの頃に、ね、ちょっとしたいたずらですよね。そんなのが、やっぱり女性としては男性が怖いとか、やっぱりね、そういう恐怖心ってね、どうしても深くね、根の底にね、なっちゃうと思うんですよね。で、やっぱり結婚できなかったりとか、そういうふうなことがあったりとか、ね、PTSD みたいなことがあったりとかいう形もありますので、ね、なかなかね、その時はね、訴えられなかったりとかもするんですよね。で、まあ今後ね、まあ、不純なんとかかのどっていう風な感じでなっちゃうといけないので、まあ今後、なんかね、よく大人の世界にはありますけれども、俺たちのね、中にはね、付き合おうぜとか、ね、そういうのなしで、なんか、自然な流れでそういう風な関係性になったりとかするんじゃないみたいな、大人はっていう風な感じで言われますけれども、これからはあれですね、本当にお付き合いする上においても、まあ結婚を前提にとか言って、こう例えば証書を書いて反抗してみたいな、そんなところ、私は同意しますみたいな、そういう契約を加わしてからやらないと、いつ何時ね、どちらかが訴えられるかわからなくなっちゃうので、本当にね、うん、まあそれは冗談なんですけど、いや本当にあ、本当にあったとしたら、やっぱり女性の方が心を傷つきますよね。それってやっぱりね、あると思うので、やっぱり、上下関係がね、発生してしまうと、会社の上司と部下とか、例えばね、やっぱ特にね、芸能界っていうところは、なんとかして売れたいっていう風なモデルの卵とか、役者の卵とか、アイドルの卵とか、そういう子たちがなんとかして売れたいと思うから、やるんだけど、そういうところにつけ込む人がもしいたとしたら、それはひどいことだなと思います。うん。昨日はね、浜ちゃんのね、なんかね、音楽番組ね、見ました。なんかね、それをや、まあ、浜ちゃんだけは助けて、みたいなところがあったりとかするじゃないですか。そこもね、うん、まあね、これグループとはいえね、あれなんでね、男女関係なく。まあ、あと笑いに関してもですね、時代によって、どんどん変わってくるのかなと思って、
抹茶が出た時はやっぱりね、斬新だったんですよね。上のタイプの人とか、上のその自分より目上の方に対しても、何抜かしとんじゃボケみたいな感じで、パンって叩いたりとか、そういうふうなことがあったりとかするんですけど、でもね、そういうのがね、やっぱりこう、誰かを、私は思うには、誰かをこう痛めつけて、笑いを取る時代は終わったのかなと思うんですよ。うん、誰かを苦しめて、誰かのこう誰かをネタに笑いを取るみたいな、あいつああだぜあははははみたいな、そういうのはなんかちょっと下品なのかなと私は思い始めました。だったらまだね、上島さんみたいに自らがこう、私は自らがこうなんていうかな、墓穴を掘るとか、自らをこうね、自虐的なネタになっちゃうけど、その方がまだいいと思うし、もうちょっとなんていうかな、例えば自虐もしないで、本当にこうなんていうかな、みんなが心底笑えるような笑いのネタを作るような時代になってきたのかなっていうところが感じます。だからね、昔ね、二人組のお笑いタレントさんなんだけど、やっぱりね、こうタレントのおばちゃんをこうなんかいきなり水着にして、なんか気が出てるぞみたいなことを言ったりとか、嫌がらせをしたりとかして、しばらくね箱物出てこれなかった人がいたんですけども、最近ね出始めました。だからもう、やっぱりその謹慎時間っていうのもあるのかなと。随分お笑いで人気のある方だったんですけど、やはりこうタレントさんね、おばちゃんといえどもタレントさんなんで、まあ誰かをこう笑い物にしてっていう時代は終わったのかなっていうところを感じてます。で、今回の、長い戦いになると思うんですけれども、今回これがね、裁判がどうなっていくかっていうところをちょっと占ってみたいと思います。私はそうだね、もうなんていうかな、こう誰かを、ね、ネタにしないで笑えるね、まあさんまちゃんとかはどうなんだろう、わかんないけどね、もうでもさんまちゃんとかもほらね、次の世代にある程度バトンタッチしてもいいのかなっていうところも感じなくもないけどね、もうお金もいっぱいあるだろうしね、若手育成みたいなね。はい、では過去からいってみます。はい、ソードの8ですね。ずいぶんね、厳しい状況にね、過去もねやっぱりあったのかな、それは女性なのか何なのか分かんないですけども、やはり、厳しい状況にあったのかなと。彼自身なのか、その周囲の方なのか、もう、ある意味制限されてるっていうか、周囲から四面楚歌っていうか、もともとそういうところがあったのかなっていうところは、あいつやばいぞみたいなところがあったのかなっていうところが感じます。その例えば仕事に関する、ストレスとかね、やっぱりこう誰かに追いつかれるんじゃないかとか、もっといいものを作り上げなければいけないんじゃないかとか、そういうストレスっていうのは自分の心とね、身と心をね蝕むんですよね。やはりこうお笑いといえどもアーティストの一つで、やっぱりこういろんなものを作り出していかなきゃいけないし、どん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 人間は飽きてくるので、飽きられないために必死でこうネタを探したりとかやらなければいけなかったりするので、自分自身も
苦しかったんじゃないかなっていうとこ、そういうストレスの吐き口を何か求めてしまったっていうか、そういうところもあったんじゃないかなとは思いますね。で、現在の状況を、はい、ペンタクルスの8になります。はい、リバースなので、今までこう一生懸命こうね、積み重ねてきたものっていうのが、どうも一区切りね、一回崩壊するようなね感じのところもあるのかなと思います。やっぱり人に対する誰かが裏切るんじゃないかとか、やっぱりなんか自分を追いつけられるんじゃないかとかね、こうそれからもう仕事自体も、もうそろそろ自分のもうこの時期、先を見た時に苦しかったと思うんですよ。彼自身が苦しかったと思うんですよ、過去ね。だからもう仕事自身、この時点でこのニュースが出る前からもうそろそろ俺は潮時だなと思ってるところもあったと思うんですね。要はこの金貨、お金ですね、お金、ネタとか人気とか経済的な余裕とか経済的な収入源とか、そういうのを今まではこうちょん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 積み重ねてこれたけれども、それがちょっと積み重ねてくるのが今後も継続するのがなんかちょっと苦痛になった、ね、これこうだったらね、まだね、これからもどんどん経験を積んでとかいうカードなんだけど、もう俺そろそろ限界だなって思うところが彼の自身の中にもあったのかなと思いますね。で、表面上の真実ですね、ザ・ラバースっていうことで、どっかね、その潮時っていうか、そういうところもねあったのかなと思いますね。本当にこう自分の中でやっぱりライバルもいたりとか、そういう弱音を吐き出せないようなところがあったりとかいうのもあったんじゃないかなと思います。まあちょっとネガティブになってしまったりとか、自分の中でのこうストレスの発散口をうまく発散できなかったりとかいうところもあって、自分自身がコントロールで自分の心をコントロールできないような状況になってきてたんじゃないかなと思います。だからこれは例えば不倫、ラバーズっていうことなんですけど、奥さんがいるにもかかわらず、第三者というふうな人と、交際をしたりとかいうこともあったのかなとは思うんですね。そうですね、もっと深いところの心理ですね、正義のカードですね、ジャスティス、正義のカードです。本当にこう正しい、自分の中ではそういうふうなことをしちゃいけないよねっていうふうなところも考えたことも本音では分かってたりするんだけど、やっぱりこうどうしても自分の心がバランスが取れなかったりとか、そういうのを分かっているけどやめられないところみたいなところがあったりとか、きちんとした判断ができなかったりとかいうところもあったんじゃないかなと思います。それを支援するもの、妨害するもの、はい、ザ・ワールドの、リバースになります。もう、今現在の状態が不安定な状態になっています。本当言うといい形での、仕事引退っていう風に持っていきたかったんですけれども、それが持っていけないような状況になっています。なんかね、こう本当だったらね、こうそろそろ俺も引退しますみたいな感じでやりたかったんだけど、その節目っていうのは自分の中で
取れなかった時もあったりとか、また今この時期だからこそ当て馬っていうかね、こうね、そういうようなもので、注目をそらすようなことがに使われてしまったっていうところ、この時期じゃなかったんだけどなみたいな、彼の中ではもうちょっとなんかいい方向で行きたかったんだけど、まあ、ある意味当て馬的に出されちゃったなっていうところもあったんじゃないかなと思いますね。彼の置かれている状況、ソードの銃、かなり頑張ってるっていうか傷ついてるっていうかね、もういっぱいいっぱいな状態ですよね。ね、なんかこうもうズタズタってっていう感じがしますけど、まあある意味か、ある意味今回の事件っていうか、この問題が出てきたことによって、それが正しいか正しくないかわからないんだけど、ある意味まあ終止符、まあ時期じゃなかったんだけどなっていうところもあるんだけども、終止符を打たせられちゃうところに行ってしまったかなっていうところで、まあある意味休むという方向、本当はねやりたかったんですよ。チャンネルも続けたかったんだけれども、やっぱりこう方向を彼の意思とは反して回されちゃってる、動かされちゃってるっていうところがあるのかなって思うんですね。再出発、ある意味違う意味での再出発の時を迎えたのかなっていう風な状況になっています。はい、周囲の状況、まあこれはあっちでしょうね、文春さんでしょうね、文春さんもしくは会社の方でしょうね。4つのね柱が立ってるんですけど、これはねすごく安定してるんですよ。今3人の方がね名乗り出てるっていうことなんですけれども、まあ今後ねもしかしたら出てきちゃう可能性もあるかなと思うんですね。でまあ今ね何とも言えないんですけれども、できれば会社としてこう所属するね、ヨッシーの会社としては、とにかく自分の会社の安定を、維持したいっていう風な、もうとにかくこう自分たちは安定した崩れ去らないように必死で食い止めなければいけないなっていう風なところが出てきてるので、全面的に、援助はしないと思いますね。とにかくこの4つの柱がしっかりとって安定をさせたいっていう意向が強いですね、今現在ね。周囲の環境、会社にしろ、文春側にしろ、とにかく安定をさせて、これを風が吹いても揺らがないように、まっちゃんが何か言っても揺らがないようにしたいと思っている状況ですね。まっちゃんの方の感情ですね、願望または不安要素ですね、ワンドの1が出ていますね。やっぱりこう訴えるぞって言うんだけれども、なんかうまくいってないっていうか、まあちょっと尻込みっていうかね、ドーンと行動に移すとかそういう風な感じではなくて、言ってるんだけれどもそこまでこうどうしようかなみたいな、いやもう訴えますって言ってるけれどもどうしようかなみたいな、空回りしてるような、うまく動いてないっていうか、こう立ち上がれないみたいなところがある感じがしますね。まあ相手の様子を見ているっていうところもあるかもしれないですね。今後どういうふうに相手が動いてくるかっていうところに、ある意味視点を置いて、いるのかなっていう気がします。あんまりこう積極的に自分から何かをしようとかいうふうなところがないと思いますね。はい、で近い将来ですね、カップの6、
ああ、やっぱり過去のことですよね。過去のことが大きく、彼の今後の裁判とかに、出てくると思うんですね。まあ思い出すとかね、過去にあったことを、これは、女性側なのかまっちゃん側なのか、まあとにかくまっちゃん側としても、なんか過去に対してのフォーカスを当てている状態ですね。まあある意味、そうね。でもこれネガティブよりもなんかいいね。これリバースじゃなかったので、正位置なので、良き思い出、過去の良き思い出だから、そういう風なものがある、あったことに対しての思いが、流行っていくかなって、彼の中で蘇ってる状況になるので、こうだとしたらすごい昔にやった嫌なこととかを思い出されてしまうとかいうことなので、そうね、周囲の方はもうとにかく自分のことを身を立てることで精一杯な状態だし、四面楚歌状態なんでね、ちょっと何とも言えないんだけど、四面楚歌、こっちね、いっぱいいっぱいの状態なんでね。はい、最終結果です。はい、ワンドのクイーンですね。ワンドのクイーンが出ました。なんかね、納得しないみたいなねところもあるのかなと思うんですね。ここについてですね、これをね、聖一だったらばすごくこう育てがいいね、関西のおばちゃんみたいなところがあるんですけど、明るくて楽しくて、いろんなね、猫ちゃんとかお花とか、いろんな例えば後輩芸人とかを育て上げれるような人材っていう風な感じの、まあ育成の方にね移るようなね感じのねカードなんですけど、リバースになっちゃってるので、ちょっとどっか言うと天の邪鬼みたいなところとか、ちょっとね、性格に問題があるような感じのカードになってしまいます。だからね、いや、もしかしたら俺悪くないからみたいな、本当にそう思ってる可能性が強いですね。いや、みんな喜んでたからみたいな、楽しんでたから、ゲームだからみたいな、なんかそういう路線で突っ切ろうかなみたいな、なんか本当に自分の中で悪気がなかった可能性もありますよね。だからいや、みんな喜んでたし、ゲームだし、何が悪いのみたいなところがあるのかもしれないし、まあなんか、とことんまでしがみつくような、ちょっと泥沼化するかもしれないなと思います。これは、もう本当に、頑固として引かないよみたいな、ところのカードになっちゃうので、もしかしたら結構時間がかかる、まあ簡単に勝負がつかないようなことになる可能性が高いと思います。まあまっちゃん側としても、いや、自分としては悪いことしていない、で彼女たちにしては自分としてもそんなつもりはなかったっていうことを双方に押し詰めるので、どちらが悪いかっていうことは私には分からないんですけれども、まっちゃんもそんなつもりはなかったっていう風な形でいくし、結構泥沼で時間がかかるような裁判になる可能性が高いと思います。勝負はどうなっていくのか、ちょっと追加で、カップのキング、まあ、優しすぎるとかで、そういう風なカードになりますね。おおらかで優しすぎるですね。ワンドの3、まあ旅立てないとかね、こうね、スタートを切れないとかね、なんか行動に
映せないとかね、結構やっぱり泥の中する可能性が高いかなと思います。なかなかこう決着がつかないとかね、なかなか行動を移せないとか、そういうふうなカードになると思いますね。そのままずる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 行く可能性もあるかなと。はい、最終結果アドバイス、やっぱりこうお互いに歩み寄らなければいけないよっていうふうなカードになるんですけど、歩み寄れないんですね、あのカップの2。恋愛関係じゃなかった。恋愛関係じゃなかった。これ恋愛っていうか、もう愛情が、愛し合ってる。もう感情が、すごくこう、愛し合ってるっていう風なカードになるんですけども、これはそうじゃなくて、意思の疎通がなかったとか、そんなつもりはなかったっていう風なカードになるんですね。一方通行な思いっていう風なカードになるので、まあ、結局はそう一方通行で、そういう風に女性の方はそういう風な意識がなかったんじゃないかなっていう風な決着が出るのではないかなと思います。私の結果、占い結果によるとそういう風な結果が出るのではないかなと思います。まあ、今後のね、まちゃんもね、いろいろあるので、若い子たちもよくね、慕ってたと思うので、まあ、どうなるかわからないんですけれども、結構ね、泥沼化する可能性が強いなと思うのと、今四面楚歌ですね。結構苦しい状況に入ってる状況です。まあ、あの頃は良かったなっていう今思いもあるんだけど、そうね、ちょっとこの最後のカードが、一方通行の思いっていうところのカードになっちゃったので、これは同意がなかったと判断される可能性が高いと思います。過去の事案では、上司と部下が、事前に視察旅行ですかね、研修かなんかに行って、一つの部屋に入って、お互い別々の部屋を取ってたんですけれども、一つの部屋で、まあ、ちょっと仕事の相談などをしながら飲み明かして、そしてお互いの部屋で休んだんですけど、夜ね、で明け方ね、チェックアウトの時に男性の上司の人が部屋に入っていって、でちょっといいかなって言って入っていって、女性をこうね、押し倒してしまってっていう風なことがあって、その判決では、最初は一審で、それは上司の方がただこうね、頑張ってほしいという部下に対する思いでやったことであって、特に意識そういう意識、女性を襲おうという意識はなかったと出たんですけど、二審の方では、やっぱりこの不自然な動きであったというふうに判断されていて、女性の方が勝ってる事案があるので、まあ一つの部屋に大人が入ってようが、まあその裁判官の、裁判官のそのニュアンスで、一つの事柄に関しても180度変わってしまうというところが感じ取れる、件が一件あります。だから今回の件に関しても、それで裁判官の考え方次第で、どっちが勝つかっていうふうなことも、変化が出てくるのではないかなと思いますので、まあその辺はよくね、見ていって行かなければいけないかなと思います。ただ私の占いでは意思疎通はなかったという風な一方的な思いだったっていう風に出ていますので、女性の方が勝つでしょうっていう風な、結果になりました。これを占いなので本当のことは分かりません。ただ分からないんですけど、単なる占いとしてこれは、見ていただけたらと思います。はい、
まあ、まちゃんね、ファンもいっぱいいらっしゃるので、まあ、一回ね、それできちんとクリアになれば、また復活することもね、全然できると思いますので、ね、まあ、頑張っていただけたらと思います。はい、1号先でした。今回は、まっちゃんの裁判についてですね、占ってみました。ご視聴いただきましてありがとうございます。初めて見てくださった方、チャンネル登録をお願いいたします。いつも見てくださる方、いいねボタンとコメントもお待ちしております。こちらのチャンネルでは、皆様からのリクエストも伺っております。基本は MH さんのことをメインにやっています。子供のこと、子供がいなくなるっていうことも含めて、やっていますので、その辺もまたよかったらリクエストをお待ちしております。ありがとうございました。